長尾桜1月28日から1960年2月10日は日本の経済学者。当は経済調査局主事、拓殖大学教授、近畿大学教授、富士短期大学大予学院教授。専門は植民政策学、東京帝国大学経済学博士。主に大正期から戦後復興期にかけて活動を展開した。 京都府竹野郡の名士の家に生まれ、第五高等学校を経て、東京帝国大学法科大学を卒業。出版社への短期間の勤務を挟み、大学時代の縁で満鉄の塔は経済調査局に入ると、後に主事となりこれを運営する側に立った。この際、高校時代から関わりのあった大川周明を採用させたことが、結果として歴史的に重要な意義を持つ。 それからは、新左役の身分で、大連の満鉄本社へ渡り、当地の教育機関において、植民政策の講師を務める。こうして、教育の道を歩み始め、数年後に、植民地鉄道の世界へ最適及び、世界政策的研究内し植民地鉄道の外的研究を発表して、東京帝国大学より、経済学博士の学位を取得。 専門分野と淵深い拓殖大学の教授へと転身を果たし、学問として発達段階にあった植民政策学の流行に関わった。東京帝国大学経済学部の内紛により、植民政策の講座を担当していた柳原忠夫が辞職した際は、この後を襲って母校の教壇に立った。しかし、立て続けに起きた平賀祝学では、 河合英二郎を擁護する側に立ったため、一年余りで講師の職を辞すこととなる。まもなく第二次世界大戦に突入すると、自らの信念に立って、応答は共栄圏の構想を推し進めた。戦後は長尾の活動が GHQ から問題視され、早々に公職追放の対象となる。これを受けて大学を辞職し、5年近くにわたって不遇を囲ったが、 それでも、意欲を失うことはなく、多くの時間が生まれたことを利用して、フィヒテの著作である、ドイツ国民に次ぐの役中作業を始めた。そして、これを法政大学出版局、ついで講談社から刊行し、10年がかりで研究の成果を生み出した。富士短期大学にて教授へ就任し、追放が解除されると、立正大学の講師や近畿大学の教授に招かれた。 個人的な心情としては、戦後社会が日本国憲法の下にあることに対する憂国の史上が募り、日本憲法確立同盟を結成。保守派の論客としての活動をはじめ、起源説の復活などを主張した。だが、その思いが達成されることはないまま、数年後に76年の生涯を閉じた。熊本大学後高記念館1884年1月28日。 長尾文衛門、末子夫妻の三男として、京都府に生まれる。原石を京都府竹野郡へ、う川村むあざ中浜に置く。明治新前後のカ川村は、農業と漁業で生計を立てる者が多数を占めたが、長尾家は城主を漁業とし、この地域の豪商として知られていた。父の文衛門は二度にわたって、村長を務めている。1898年。 京都市の栄冠塾へ入り、1900年には大阪府第三中学校に編入学した。1903年、熊本県の第五高等学校へ進む。同校には一つ年下の弟である節をも通い、夏季休暇中は毎年帰省して宮津湾の近くで過ごした。同級生には大川周明、高田康馬、松村武雄、赤松里史上、清原貞夫らがいた。 とりわけ大川とは懇意であり、1906年に彼の主導で行われた五ーストライキ事件へ加わったこともある。1907年7月、第五高等学校を卒業し、それから間もなく東京帝国大学法科大学政治学科に入学。高野岩三郎松岡一志平成1911年7月に同大学を卒業し、1913年4月、 東京経済雑誌社に入社する。同年秋頃、母校の恩師である高野岩三郎から、満鉄の党は経済調査局を主催していた松岡人志平に紹介され、局員に採用された。1914年10月に東京経済雑誌社を辞職し、1915年4月から満鉄の食卓として調査局への勤務を始めた。当初の調査局には、 ケルン商華大学教授、チーズをはじめ、後に、クルップ社の社長や中米大使となるウィードフェルトらの、ドイツ人顧問が在籍していたが、長尾が働き始めたのはそれまで所属していた彼らが、辞した時期にあたり、バウチフェルトという、ドイツ人の他には、数ヶ月前に入植したばかりの上海市顧問である、石井誠一くらいしか、新進の局員はいなかった。長尾によれば、当時の満鉄総裁、 中村雄二郎は調査局を無用視していたという。松岡はこれを継続させることを目的にして長尾を採用したようである。長尾は五行以来の地規である大川を松岡に推薦し、調査局へと導いた。中正寺連1916年より同社の正式な職員となった。同年、新たな農商務大臣に後藤新平の賛同者である中庄次連が就任した。 後藤は満鉄の初代総裁を務めていた際に調査局を設立する構想を打ち出しており、この考えは退任後すぐに実現された。そのため、中正寺は同様に農商務省内に臨時産業調査局を設置し、長尾と大川が派遣されて、同局資料課に入った。またこの年には、ロックフェラー財団から添田十一などの名の知れた学者へ、 依頼された欧州大戦後の日本の経済事情調査報告の原稿を書き上げた。1917年5月、農商務省臨時産業調査局の職託となり、一時的に満鉄を辞職。1919年、前年に現内閣が成立したことで、満鉄総裁に野村隆太郎が再任されたが、これを機に8月付で大川と共に、 農商務省臨時産業調査局を辞し、満鉄島は経済調査局へ復職した。二人の出向時は、第四高等学校のドイツ語教官を務めていた石川哲夫が調査局で働いていたが、復職と前後して、大連本社の調査課長へ転出した。それに伴い、同年10月から1923年4月まで調査局主事研資料課長となり、大川は、 編集課長に就任した。翌1920年1月には調査局長へと上った。同年、日本銀行調査局長、田中哲三郎及び、神戸高等商業学校教授、滝谷義和と協議の上、全国経済調査機関連合会を設立し、党は経済調査局がその理事長機関を務めることとなった。1二十二年、欧米諸国における、 経済調査機関の組織研究及び植民政策の研究を目的にヨーロッパへの出張を命じられる。これを受けて5月8日に日本を出発し、6月にフランスのマルセイユに到着。2週間余りパリに滞在した後、ドイツのベルリンへ向かった。ここに2年ほど居住しながら他の大陸諸国やイギリスへと足を運び、1924年5月に、 アメリカ合衆国へ渡って、視察を続け、天陽丸に乗船して7月19日に、横浜市へと帰国した。この留学データ知見を、全国経済調査機関連合会東京支部会で、講演するなどし、同年中に調査局の業務へ復帰。大連の南満州鉄道本社1926年7月、満鉄の大連本社に審査役として転勤する。 そのため満州へ渡ることとなったが、このまま余暇を割いて、学級を続け、学位論文の執筆に取り組んだ。1928年7月、これを完成させて、東京帝国大学経済学部に提出し、教授会の審査を待つこととなる。1929年4月からは、満州法制学院講師として、植民政策の講義を受け持った。 1930年6月、その任を解かれて満鉄大名として扱われる。同年5月21日、2年前から審査を受けていた学位論文が通過し、8月1日に学位記の授与へと至った。こうして発表された植民地鉄道の世界へ最適及び世界政策的研究内し植民地鉄道の外的研究により、 東京帝国大学経済学博士の学位を得た。12月15日、植民地鉄道の世界へ最適及び世界政策的研究と海外の上、学位例第7条に従って日本評論者より交換された。戦前の拓殖大学本館1931年4月、拓殖大学講師になり、植民史の講義を担当する。この転身により、 同年6月に長年勤めた満鉄を退職した。1933年4月、同大学教授に承認し、合わせて国際経済論も受け持った。1934年、満州国大同学院において日満関係の根本問題を講義した。1935年には、4月頃に拓殖大学アジア研究会の会長、10月に、 満州移住協会の理事へそれぞれ就任。1936年6月、陸軍経理学校の職宅として、植民政策を講じる。1937年4月からは、宇都宮高等農林学校講師を兼務する。同年5月、満州移住協会上無理事へ昇格して、満毛開拓と移住の事業に力を注ぎ、11月9日に至って、 拓殖大学満州農業移民研究会を発足させ自ら会長に就いた。この団体の顧問には、拓殖大学専務理事、大倉金持、同教授、青山諏訪一応生学外からは、万毛開拓青少年義勇軍、日本国民高等学校校長の加藤幹事や京都、帝国大学教授の橋本伝左衛門を招いた。こうして挙行された、発会式には、 大学の全学生が参加したらしい。この行事を伝える大学新聞の記事リード文には多年の宿望、必須の農学部建設の第一歩とも言うべき本会と記されている。また、同研究会における講義の記録と機構を編集して1938年9月に知人書館より出版した三岐島農業移民重工は直後の10月に再刊されている。これは、 植民政策の分野が高まりを見せていた影響で教材として講給されたという分析がある。平賀譲る1937年12月、東京帝国大学経済学部の教授として植民政策の講義を行っていた柳原忠夫が中央公論に寄せた論文を発端とする柳原事件によって違反面間を容疑なくされた。この結果欠員が生じたため、 急遽長尾が代役の講師を移植される。非常勤ながら、翌1938年度に、これを引き続き務めたものの、その後も治安維持法違反の疑いで検挙された大内表栄や自由主義思想家を辞任していたがゆえに、学内外から攻撃を受けた河井英二郎らの処分問題が発生し、学部内の混乱は一向に収まる気配を見せなかった。 このように教授会が自治能力を失っている中で同年末に東大総長へ選出された平賀譲は1939年の年明け早々に騒動への介入を決める。それは文官文言令第11条第1項第4号に基づき派閥対立の関係にあった河合と辻方鳴海の両教授を休職させるというものだったがあくまで 異例中の異例として認められた措置であり、それぞれの側に組みした人々の反発は大きかった。文部大臣への上申がなされて間もなく、両派合わせて13名の教官と1名の非常勤講師が辞意を表明する事態に発展し、長尾は河合の側へ同調する形でこの中に名を連ねた。これは、学部長、眉出長五郎の対応に不満を抱いたためとされ、 辞職理由の心悟る書と題した文章を縮め、送付し、その内容は新聞にも掲載された。後、2月25日になって長尾は、東京帝国大学から解職され、1年は余りで母校の教団を去ることとなった。同年4月、拓殖大学専門部の教授を兼任し、専門部長に任命された。月、同大学弁論部長として学生を引率し、 福島県、山形県、秋田県への弁論旅行に立つ。1940年5月、同大学研究所の所員を兼務。1941年5月、満州移住協会の常務理事を任期満了で退任し、理事となった。1942年6月に、拓殖大学研究所第一部長へ昇格し、 11月から1946年3月まで大学の評議員を務めた。1944年5月、明日山田区南訓練所で大国家創造と植民政策及び植民と移民について抗議した。1945年、日本が第二次世界大戦に敗れたことで戦争協力者とされた人々の公職追放が行われることになる。長尾は、 満州移住協会が観行していた月刊誌開拓の編集責任者だったため、こうした経歴から G 校、その他の軍国主義者に該当し、12月をもって追放対象に指定された。1946年4月、拓殖大学と拓殖専門学校の教授を兼任するが、すぐ5月に終戦後の国情に鑑みてこれらを辞職した。職を失い、 基本的には自宅で環境していたようだが、1947年の9月から10月にかけて漁業地の開拓準備のため、北海道へ視察に出向いたことが確認できる。フィヒテ追放中の1949年7月、初旬、ヨハン・ゴッドリープ・フィヒテの代表的な著作である、ドイツ国民に次ぐの翻訳作業に着手した。 同性は1807年から翌1808年にかけてナポレオン占領下のベルリンでフィヒテが毎週日曜日に行った公演の記録でありドイツ国民文化の優秀さを強調しつつそれを全国的に広めることがドイツを再興する上で重要だと述べた内容となっていてドイツ国民に大きな影響を与えた1950年7月31日長尾は1年をかけて おおよその薬室を終え、1953年5月10日になって、ようやく出版に至った。この作業にあたっては、長尾と入れ替わる形で1931年に調査局へ入り、後に、三菱経済研究所上無理事となる、桜茂雄の助言を得たという。また、伊藤武雄や大内兵への協力を仰ぎ、法政大学出版局から発行する運びとなった、らしい。 ただ長尾は改定の余地があると考え、折を見て検討を進めた。1951年4月に富士短期大学が創立されると、追放中のみながら教授に就任し、経済政策を講じた。そして6月に追放解除となるや、1952年4月に立正大学講師、10月15日に近畿大学省経学部教授へ招聘される。 特に校舎は死去するまで在職し、移植民論をはじめ、経済政策原理や貿易政策及び世界経済学を担当していた。なお、この講義は毎月1回だった。1953年4月、富士短期大学大予学院教授となる。1954年8.9月、フィヒテドイツ国民に次ぐと、日本国憲法の廃止と銘打った論文を、雑誌。 通り、41. 4 1 4 2号に掲載。これは、駒沢哲学の第1巻と第2巻にも分けて掲載されたが、この頃から、講演活動を熱心に行う。その一例として、1955年1月20日から2月13日にかけて、自宅に東京大学の学生など20名を招いて、 ドイツ国民に次ぐの講義を行ったことが挙げられる。3月に入り、駒沢大学研究雑誌の顧問へ着いた。そして、日本国憲法下の社会に対するかねてよりの、有国外政の年が講じ、日本憲法確立同盟の設立を構想する。5月4日に、首意を寄贈し、5月21日に、丸山鶴吉、池田清大津都志を、菅原博 村尾二郎、水間慎吾、長尾光利太氏、木下義介、井上高間ロラと協議に及んだ。翌1956年4月7日に至り、虎ノ門の共済会館行動で、日本憲法確立同盟の結成大会を開催した。こうして、同団体の専務理事となり、帰還し、研究違法を創刊して迷号に自ら執筆した論文を寄せた。 1957年には、紀元節復活運動を開始した。1958年7月、構成を続けていた、ドイツ国民に次ぐの、解約並み中海版を講談者より上司し、10年弱に渡った、フィヒテの研究を成し遂げた。しかし、ほぼ時を、同じくして、直腸癌に倒れ、国立東京第二病院に入院した。 回復手術を受けて11月に退院し、再び従前通りの活動を展開する。1959年2月、起源説方式の権利という論文を執筆し、直後に行われた憲法発布70周年記念会へ世話人の立場で顔を見せる。この席で、浸透思想家の東京帝国大学名誉教授、加計克彦に尋ね、 孔子と老子の思想が同じだという自説に確信を得た。1960年、静岡県への公園旅行を終えた後に病状が急変。2月10日午前8時45分、東京都世田谷区北沢の自宅において、尿毒症と脳出血のため死去。満76歳を打竹区2階から送られたばかりの記事祝いの執着帯につけて眠っていた。 2月13日に自宅で葬儀が営まれ、一周期を前にした翌1961年2月5日、豊島区駒込のソメイ霊園に埋骨された。また、故郷の京都府竹野郡丹後町、僕基地の裏への分骨が行われた。ニトベイナゾウ経済学者として、植民政策学を専門に扱い、その学術的な発展に大きく寄与した。そもそも、 日本における学問として、植民政策が公に認識されるようになったのは、1909年5月24日の直令第141号によって、植民政策講座が東京帝国大学法科大学の学科へ追加されたことに求められる。これは、日清、日露の両戦争の結果として、植民地を保有する状況となり、同分野が社会に必要とされたためである。 しかし、それがゆえに、体系的に整理された学問とは言い難く、同講座の担任教授へ就任した、ニトベイナゾによって探求が進められた。長尾はこの後を受けて、体系だっていなかった、植民政策学のうち、政策科学的な側面を積極的に継承しつつ、発展させていったと評価される。具体的には、博士号を取得した学位論文からもわかるように、 満鉄という対象から独自に構想を広げたものだった。しかし、長い戦後社会において長尾へ言及した例は数少ないのが実情でもある。池田の利彦の分析では、1978年1月から翌1979年5月まで週刊朝日上で連載された実録満鉄調査部で大川周明を 党は経済調査局へ入職させた人物として、わずかに引き合いに出された程度だという。これだけでは長尾が学者として成し遂げた業績は確認できず、現在では忘れられた、政策家、活動家だと述べられている。その一方で、昭和史で決定的な位置を占めている大川と歩んだ道は、基本的に同質であり、長尾の世界政策的な認識などから、全く遜色ないどころか、 リアルポリティクスの把握においては、彼に優越していたとの考察を行っている。実際、共に教員として、富士短期大学へ勤務した村尾二郎は次のように、長尾のことを褒めたたえている。先生は、専門とする植民政策において卓越せる、研究者であったばかりでなく、形成催眠に志部改心の学者であった。村尾1960。 P158 柳原忠男長尾が残した研究業績は同じく植民政策学を専門とした柳原忠男の学説としばしば比較され決定的な相違点を認められる。柳原は植民、植民地及び植民政策を基本の用語に据えどのように植民の事象を捉えるべきか明示しているが特に植民地を 植民的活動の行われる地域と定義づけ、植民政策の主体は植民者とその母体たる、社会群にあるとしている。その上で、後者の主体は、国家たると、講師団体たるとを問わないとも書いた。一方の長尾は、ツエプフルの、世界経済的及び、世界政策的自覚を持つ国家の外部的、行政地域という植民地の定義に基づき、 独自に植民地鉄道の要素を加えることで、植民政策を論じた。柳原は、ツエプフルの主張に限界があると考えていたため、長尾は、こうした解釈を批判したのである。具体的には、柳原が植民と移民の本質的区別を否定したことに対し、何がゆえに植民という概念が最も基礎的であるのか、植民の行われる地が植民地であるのか、 植民に関する政策が植民政策であるのかということについては一言も説明していないと反論し、これでは定義になっていないと断じた。つまり、例えば相当数の日本人が移住したハワイと満州はこの論理では植民政策上を同じ地域となり、さらには流民と植民も同一視されてしまいかねず、政策が何を意味するのか疑念が生じるというわけである。 ニトベ・イナゾもこの概念を明確に分けていたこともあり、そのため長尾は、柳原が植民を政策的に受け止めていないと、みなすに至った。こういった批判は、1944年9月に、夕比閣より刊行した、日本植民政策の動向で絶望するく、展開されたが、その背景には、柳原の学者然とした傍観的な態度を嫌った、ことがあると言われる。両者の議論に、 大きな乖離が見られた理由として、それ以前の視座が全く異なっていた点が指摘されている。池田は日本国家という具体ではなく、抽象的な現象の普遍性を重視していた柳原と世界人ではなく日本人として研究を行うべきだと述べた長尾の際に言及した。そして長尾が主張していた植民的な発展を流す。 国民的な自覚というものを柳原が理解できなかったことに素因を求めている。これは獲得したる植民地は1日も速やかにこれを創出しうるに至らしむるのが、これが植民地に対する統治権運用の最高政策であると信ずる。というような長尾の記述に基づいた解釈であり、二戸ベも長尾も植民地を収奪対象とは考えていなかったと結論付けた。 だからこそ長尾は、柳原の学説に反対し、植民地に対する政策の否定者と論難するに至ったのである。いずれにしても、ニトベの公認として、東京帝国大学経済学部で行われていた、植民政策講座の担当教授に就いた柳原は、官学における、植民政策学の権威的存在となっていった。その講義をまとめて1926年6月に、 有比較より出された植民及び植民政策の内容は、長尾が拓殖大学で行っていた、それとは大幅に異なる序述がなされており、定本として用いられていたのも事実と言える。そうした状況は、柳原の筆化事件に伴う辞職によって変動するが、同行座を引き継いだ人物が長尾だったことは、一種の因縁めいた経過と呼べる。柳原は、 最後の講義にあたり、学問本来の使命は実行家の実行に対する批判であり、常に現実政策に追随して、鎮魂屋を務めることではないと述べているが、彼の発想などからは長尾がその鎮魂屋の典型に該当するという見方もある。若年期から岡田虎次郎へ指示し、その人柄に浸水して一生涯、岡田先生と仰ぎ、全く変わることがなかった。それは、 一行集に収録された岡田虎次郎先生の追憶からも見ることができ、教えに基づいた丹田呼吸法によって集中力を養っていた。加えて、毎朝冷水浴を行って健康を維持していたとも述べられている。また、芸術への造形が非常に深く、この上なく愛していたと言われる。そうした長尾の様子は村尾次郎が次のように回想している。 特に陶器は秋を尊び、彫刻では日本古仏像に、敬イたる、ママ、死、書は鉄州を喜び、和歌は万葉をよく記憶していた。作家は先生の最も自負するところであった。先生は日本の伝統を限りなく尊敬し、役画ごとき遊国の情熱を発して、真の日本を取り戻さうとした。村尾1960。 ピアニッシュも158、159個の論評を示すかのように長尾は村尾へ送った自身の訳中本、ドイツ国民に次ぐに以下の三種を牧書しており、これらが遺影として死去した年の富士論争に掲載されている。職場に視点を移すと、1920年に東亜経済調査局へ入り、後年に朝日新聞社へ移って、主筆。 おが武虎のもとで副主筆となった、梶じ一は、長尾が主事を務めていた、次期の同局の雰囲気について、以下の通り書き記している。長尾、桜郎、主事の自慢が二つあった。一つは、この調査局は、大学の研究室よりも手当てが良くて、しかも、別にうるさい制約がないこと、じつて、思い切って、よく勉強してほしい。もう一つは、 この調査局には、岡上、森道、佐野良君もいるが、他方には、大川襲明氏一派の復古思想家もいる。いわば左右混交だが、思想は、思想として、日常生活においては、お互いに十分相手の立場を尊重しながら、喧嘩をしないのみならず、シャムの遂行にあたっては、十分に協力してほしいこと、こんな二つの点であった。打上2007。 P210 さらに、ノンフィクション作家の草柳泰蔵は、著作の一つである、実録、満鉄調査部で調査局に触れた際、大川周明を推薦した人物として、長尾を取り上げている。そしてあとの10回という形で、俺は国史なんだが、間違って学者になったなる発言を紹介している。これについて、池田則彦は、 当時の列強諸国から侮られることのない国家として近代日本をいかに構築するかを学問上の厳然とした関心事項に据えていたことがこの内容につながってくると考えている。つまり個人的な干渉を除いて事実認識に徹するという課題への政策科学的な接近方法が長尾の基本的見地であり小日本主義のようなものは 現実離れしたざれ事としか受け取れなかったのだろうとする。しかし、こうした主張の根拠そのものが公職追放の対象とされたのも事実だという。戦後にフィヒテのドイツ国民に次ぐを約束する作業へ没入した背景にはドイツ人とはドイツ語を話し返する人々というフィヒテの主張への共感があった。だからこそ日本人も日本語によって真摯。 日本語的に行動するものだと考えた。そして、日本語として全くこなれていない、日本国憲法を放置していては、日本人が日本人でなくなると危惧したのが、長尾が憲法問題へ熱心に取り組んだ理由だとされる。つまり、貞子をめとるが、1929年3月9日に、二春にもたらざる仮初めの病のため、死別している。前年に、 学位論文を書き上げて、東京帝国大学経済学部へ提出した際、これが通過した暁には、桜の母、末子と貞子の母、鶴子の霊前に捧げようと話していたが、実際に学位を取得した時は、桜郎和ずととなっていた。このため、交換された、博士論文の前書きには、右の2名に加えて、貞子にも捧げるものだという記載がある。大川襲名大川襲名とは、 第5高等学校時代の同級生であり、朝からぬ間柄にあった。共に浪人した経験を持ち、東京帝国大学では長尾が修行年限4年の方か、大川が同3年の門下に在籍していたが、大川が病気の影響で1年遅れたため、1911年に揃って卒業している。キャリア的な側面で言っても、大川を編集課長として、 党は経済調査局に入れることで世間に出すケーキを作ったのは長尾だった。しかし、大川が北一期との交流を通してその思想に染まっていったことで次第に長尾の批判が向くようになる。戦後、大川の死から2年と経たずに発表した日本改造法案大綱と大川襲明博士と題する論文においては一度進行あった。 人のことを書く場合には悪性を放つと誤解せらる、恐れあるとしながらも、さればとて書かねば、史実は永遠に隠滅することになると断って議論を始めている。この中で、1921年頃に、大川が調査局で口癖のように語っていた主張を、詩人的空想の無有病的寝言ととしか寝分見せなかった。 石井誠一君や桜茂雄君も私と同意見であったと信ずる、詩人的空想の無有病的革命家大川君、などの表現で批判している。池田範彦は、この点について、大川と比べて、現実の近代経済史を知っていたがゆえに、北の述べる経済政策が、現実的には難しいものと見抜いていたのだと評した。大川を、調査局へ推薦したことにより、 北の思想が軍人の間で広まる端緒を開いた経緯について、同論文の中で私が日本改造法案大綱の思想を愚劣しし、霊障の態度をとつっているうちに大臣は進行してしまった。私は今に至って私の責任の重大を痛感していると振り返っている。そして日本改造法案大綱が留守する前は世論に湧外政治にこう張らず、ママ、 を胸とした、軍人直輸の原則がよく守られていたものの、従来の雰囲気が一変して、クーデターの動きが活発になってしまったと述べている。つまり、長尾は国家機構の根幹が自己管理能力を喪失していたと考えたらしい。だが、池田は長尾による大川への批判は当たっていると認めつつも、北と大川の二人を中心に歴史が展開していたかのような錯覚を与える。 可能性を指摘する。その上で、これは長尾の身近に大川がいたため、そうした視点から昭和史を見過ぎたことに起因するのではないかという考察を加えている。ありがとうございます。